さて今回もローマでイタリア征服していきましょう。さあ今回まずはね、反乱の対応と、あと収入今プラスですけど、もっとねプラスにしようかなと。構造改革ですね。でまあ戦後処理もあるんですけど、ちょくちょく反乱が起きそうなので、そういうとこはね新しい軍とか置いて変えていって、スカウトとかなんかいっぱいいるんで、壊滅した子はね消し去ろうと思ってますね。なんかどっか反乱が起きてるらしいんですよ。あったって、これだ、誰か行けんじゃん。これちょっと待つか。これ出て勝負ですよ。勝てるか。頑張れ頑張れローマ軍。こっちでも勝てると思うんで、前衛やってもらってね。ナイス。まあ、所詮反乱軍よ。まあ、こっち人口がいないんで、新しくね入ってきていないと。で今回前線移動と、あとは改革だね。不要なバラックスは消していこうかなと。あと不要な拠点も消そうかな。これはいいよね、軍いるし。いらない。まあ、ここにあるんで、まあ、いらないか。もう作ろう、最悪作ろう。で、ここようやく移動ができてるかな。あ、だね。出れました、ついに。この橋は、まあ、いいや。危ないですけどね。で、ちょっと食料をね、どんどん取ろうかなと思うんで、食料改革も進めつつ、例えばね、こういうとこ、まあ、魚が多いんで、バラックス消すしかないね。バラックス消した上で、このフードプロダクション系置こうかなと。結構値段かかりますけど、これで食料生産がね、今、非常に少ないので、まあ、それをどうにかしようと。で、この大移動待ちですね。大移動待って、大進軍ですよ。とともに、不要なものを消していくと。こうバラックス前、一応置いとくかな。壁とかいらないんですよね。これとかね。で次、第2改善として、ローマ近辺の食料問題。これすべてね、対策していきます。これ効率だと思うんですけど、全部倍にした方がいいんじゃないかなと。まあ、その上で、ここにね、270人いるんで、こんくらいかな。食料という食料を変えていきます。今夏だしね、まだ取れてると思うので。あ、置いてなかったりもしますね。それはもったいない。でこの構造改革により収入も上がるんじゃないかなと。あとはこれかな。置いてない。あ、もったいない、もったいない。ローマ序盤はね、人手不足だったんで効率重視で言っていましたが、今はどんどん増やせばいいだろうと。これ40人いるのに上げてないっていうね、謎のもったいなさ。さあ、いけいけいけ。反乱機運が1箇所ありますけど、2箇所に、ちょっと待って、見に行こう。2箇所見に行こう。魚のやつがあるやつか。魚は2とかないんですかね。まあ、それはまだわからないと。バラックスいるかな、いらないでしょ。バラックス不要論。ローマだけでいいよ。
バラックスなんてね。あと拠点ね、こういうとこ増やすぎたんで、ちょっと減らして改善と。60人。そんないるか。あとはこういう壁ね、これも消さないと。その上でちょっとスカウト移動して、あ、次の相手のね、把握。 この辺は道がないのか。さあ氾濫の機運ですね、45。剣か、剣使ってみようかな。次の相手的にここ壁いるんじゃないかなと、まあ、一瞬気がマーク出ましたけど。大丈夫でしょうか。でこの改革をもう全体的にね推し進めていきます。この奴隷は入れっぱかな、どっか違う改革のとこに移して。で攻める際に前線これね、壁とか置きたいですし、お、いいね、ちょっと食料分けてもらって、まあ、残すか。あとね、拠点が多すぎるとこだとローマ近辺のこれとかいらないかな、消しちゃって。さあ外交費下げてくれと、まあ、了承するしかないね。まだ移動しきってなかったね。足んない足んない。急にここでね徴収されだすっていう。市民たちが。これは単純に少ないとこか。よし。でこの辺もやっぱしてないね。置いてすらないのか。次はどこだ、どこから出す、ここだな。もういらないでしょ、持ってこ。持ってこ持ってこ。いやーいけないんだろうねこの距離は。この辺の内政ぬるいですね。取ってすぐだったんで、多分大使やることも、まあ、しずにできずにいったんだろうなと。これ足んないよ全然。作ってここもいらないかな。マイナス268ね。ここら辺から持ってって、まあ、木はいらないんでね、こんなもんかな。入る、いいね。この辺の壁は取っ払うか。船がね、まあ、ここまでダイレクトに来ないだろうと。まあ、ここ軍いないかな。あ、いるか。いや、でも一軍ね。ちょっと不安かな。お金めっちゃ減ってるね。一時期はめちゃくちゃあったんですけど、すべて使い果たしましたね。ここ上げないと。そもそも入ってない。でしかも10人か。これは OK、 これもやりましょう。でこの辺はちょっとまだ反乱のリスクもありますからね。でここホプリテいるからいいや。ホプリテいるとこで反乱起きないんで。
バラックスどうしよっか、なんか都度作った方がいい気がするんですよね。こんなもんで、あとは4020木があればね、そこから持っていくんですが、あ、ここもないか。奴隷機ない、奴隷機あったあった、これ持ってこう。あそこ入ってないですね。どっか足りいる、いるね。でも労働者自体ならね、だいぶ余ってるんですよ。動線上消しちゃおうか、1個あればいいんで。で最悪ローマにね集めようかなと思ってますし、北部やれよちゃんと。北部もか、まあ、直近で食料不足、まあ、軍がねめっちゃ増えたんで、それによって起きていたとああいうのがあるので、まあ、今のうちにできる限りね、まあ、冬の前に対策できればしておこうと。ここら辺多分全部やってないね。60人これ近場からやろうか。ここね、これ入っちゃわないか。あ、裏手か。あ、前線これもったいないね。かなりこんなにいい場所があったなんて。これ今年の食料期待ですよ。さあみんな進んでるかな。ローマ軍一箇所に集めたんでね、ほとんど。それがどうなるかもちょっと怖いですね。一箇所に集めすぎたら食料が大丈夫なのか。ここはちょっと軍出すと思うんで、別個からね持ってって、前線もこれでできたかなと思います。ここに小道があるんですよね。移動した。あー、ちょっとなんかありますね。これは入れといて、これ都市か。 OK、 この拠点無視して都市の制圧を考えようと。重要なのはこの橋じゃなくてここだね。そこに軍を集めましょう。この辺ちゃんとやってる？今ローマ軍のね現地の調査官がいますから、ここに。壁いるか、ここに。当時は人だったんでしょうけど、厳しくチェックしますからね。キャンプだよね、ここにいるんで。で海鮮はね最高の状態で始めたいんですよ。ここ壁はいらないかな。一応裏ってこれら来れんのか。どこに壁いるか論ですね。でここの拠点攻めるんで、まあ、少量置いておこうかなと。食料どこにあんのこれ。あの大量の食料どこに行ったんだろう。全然ないですけども。ここになんか2つあるな。持っていって、さあ次は前線対応問題ですね。お、まずいまずい、めっちゃここにある。移動できてなかったね。スカート消して
反乱移動して、反乱2ね、反乱2 130%、 130%でいきます。お前どうしようね、ここかな。反乱対策でお金をスカウト消して、多いなスカウト、どんだけ壊滅してんだろう毎回。オッケー、ここ食料いるかな、作ったけどあんまりなくない、意味あるんでしょうけど。魚12か2ならあるのかな。キャンプ、まあ不要キャンプ削減もしたいですけど。お、ここめちゃくちゃ宝庫ですね。どういう、あ、一応前線だったのか。さあ抑えれるかな、あれで。厳しいと思うので上げといて、その上でバラックスを消しましょう。いらないです、この壁何これ、いらないです。ここ今削減中がいますからね。適当な雑魚作って、ここいないな、行ってる、行ってないね。ここは全然入る前に入っちゃったのか。なるほどね、そういうのありそうだね、下手したら。近かったり、まあこの領域が狭かったりしたら入らない場合もあるんでね、そういう時が発生してしまって少ないのもあると。これは違うか、もともとだね。これは単純にいないね。ローマ側はね、全体がもうテリトリーなんでどっからでも増えるんですけど、そうじゃないとこ怪しいから。これは微妙なやつか。まあ、その後把握してローマスカウトしかいないんだ。まあまあいいでしょう。これ送ってこんなもんかな、まあるじゃないですか。まあ、序盤系でいったら全部ね改革できますからね。まあ移動もしながらかな。あるようだ、もう秋か。食料がもうないかな。もったいな、これ完璧にこれ前線にいるべきですよ。この辺ね。この辺いないからね。ホップリー4ホップか、5ホップいますね。2ホップ移動しよう。ここら辺に軍が欲しいんですよね。あとここは壁を置きたいなと。よくお金持ってますね、こんな絶望的な集め方してて。バラックスどうしよう、消すか、消しちゃおう。ほぼほぼ少ない場所に修練されますよ。雑魚さえして、あ、これいけるかな。まあいいや、いつか使うでしょ軍はね。食料どこにある、探せ食料。ないな、こんな少なかったっけ。ここに絶対ないですよそもそも。あ、見つけちゃった、スカウト隠れてたんですね。消してもらってと。この拠点いらなくない、うん、不要ね。この船いらないわ。
削減削減、どんどん消して。これ明らかに過剰だね。引き連れて移動します。これらの移動あったら冬でしょ、多分。明らかに冬だよね。これ多分カビいらないかな。一定級、あれ入れなかったっけ。まあ、行ってもらおう。見つけた。食料見つけたよ。こんな感じでしょうかと。よし、隠してましたねあいつらね。ここは軽く攻めるだけなので、こいついらないかな。ホプリティ確認して3ホプね。弓ここかな。まだ多いねこれ。めっちゃいますね。遠距離がほぼいないんですけども、でここホプリティいないんですよね。ここにも移動しないといけないかな。後方にもいないもんね。もうこいつら、こいつら行くか。遠いの分かるけど、じゃあここはってことはこいつら移動できるね。なんか移動の関係なんか消えたんじゃないかな。なんかこう吸っちゃいますよね、そういえば。一緒に移動すると食料吸われた説ありますよ。1個やばいでしょう。大丈夫かな。この大群ですからね。船があるね。船だけか。でオータムならやめとこうかな。前に食料取りすぎてね、もうローマ危機が起きたんで、一時期あの反省点生かしていきます。前、まあ、前回かな、ほとんど。どこそこ、ここね、最前線か。作ろうじゃん。なにこれ。あ、ソードマン部隊ね。裏手どっか泊まれるかな。ちょっと、あー、そうか。ちょっと待って、移動しよう。ちょ、お金厳しいんですが、ちょ、武装編だね。奇襲だけは避けたいんですよ。で、こう拠点が奪われたらね、もうショックで、ね、終わっちゃうんで。で、ここから出すことは無理なので、どっか後ろから。おろし作って持っていくか。じゃあ持っていきます。こんないけるかわかんないですけど。あ、いけるいけるいける。とかこの辺ね、前線取った時用に置いておこうと。都市か、都市か、まずいな。こっち都市ないと思うんですよね。ここが重要だね多分。3ホプ4弓。めっちゃ来た、いつ来たこれ。こんなにはいらないかな。よし、だいたい OK ですかね。出しといてと。まあ軽く仕掛けちゃおうかな。でまだまだ布告できないですね。まあ今ね、軍を拡大することはできないので、まあ治安維持以外では。さあ厳しいですね。うまく集めないといけないか。まあ戦力の集中と、いい感じな攻撃ね。
これいるか。どこに行くんだこっから。できる限りコンパクトにします。でここは氾濫のリスクがあるのでちょっと残しながらね。あーまずいか、ちょっとここに移動しますか。吸わずに移動したみたいですね。で3個の氾濫リスク、やっとこれもやっとくか。ここもか。150ね。よし、やっとみましょう。よし、迎えに行って、迎えに行って迎えに行って、迎えに行って、急げ急げ。両方遅いな。こいつらも危ないんじゃないかな。あ、そいつらあるんだ。よし、よく来たね。移動の不安があるんですね。どうぞどうぞ。ここは今後絶対何もできないと思いますけどね、これだけだと。まあ、来ますからね、移動しましょう。まあ、今からどんどん送ってるんで、こいつらがいけるかどうかだよね。あ、ちょっと厳しいかな。行きましょう。途中ね。途中補給形式。ちょっと労働者置いとくか。めっちゃあるんだろうねこれ労働者。さあでは今回はね、構造改革、内政改革編、そして軍移動、次回一気に攻めかかろうと思いますね。まあ、準備がね結構かかるんで、またかかってしまいましたが、もう冬です。まあ、冬ですが近接進軍しちゃいますか。敵もね不利なわけですよ、冬攻めてくると。まあ、その怯えをね敵に感じさせますか。で軍が思ったよりねこっち左が来てないんで大丈夫かなってなりますけど、まあ、こっから一気にグワーっていくんで超高速大進軍ですよ。これいるか、これ持ってきますか。次回一気に行きましょう。